今回はスタードベンチャラー GTI を動かして電子感棒をしてみました。赤道儀のセッティング、極軸調整、天体導入のファーストトライをご覧ください。真夜中に晴れて夜空が見えてきたので、スタードベンチャラー GTI で電子感棒をしてみます。スタードベンチャラー GTI の組み立てはとても簡単ですね。極軸の向きはだいたい北極星に向けています。三脚は古いジッツォ G312 です。自重があるので赤道儀の三脚にちょうど良いです。極軸調整は赤緯軸を回して極軸望遠鏡を軸穴から見えるようにします。シンスキャンアプリで極軸の位置を調べ、北極星を極軸望遠鏡のスケールに合わせます。方位角と仰角の調整ネジで合わせます。ノブが大きいので手袋をつけていても回しやすいですね。スタードベンチャラー GTI をラップトップコンピューターに USB 接続して操作しています。シャープキャッププロの極軸調整機能でさらに極軸の精度を上げます。極軸合わせの望遠鏡の推奨の焦点距離は200ミリですが、高橋 FC60 のレデューサー付きで焦点距離が380ミリです。少し長いですが試してみたいと思います。設計の回転軸の設定ができたみたいです。表示の指示に従って進めていきます。設計軸を動かしていくと北極星の位置を補正する指示が出てくるので、方位角と仰角を調整します。北極星付近が雲に覆われてエクセレントの表示を出せませんでしたが、操作はとても簡単でした。月明かりが明るいのでカメラに QBP フィルターを装着しています。GTF 彗星を撮影してみました。途中曇ってきて星像が安定しませんでした。2月9日彗星は小さくなって遠ざかっていく様子が見えました。前回撮影した2月1日の GTF 彗星です。この日は尾まではっきり見ることができました。スタードベンチャラー GTI にステラリウムをつなげて天体導入をしています。カメラは SV405CC ケレス C でオートガイド撮影をします。
M81 と M82 です。ガイドがしっかりできています。バラ星雲です。月明かりで調整が困難でした。強引に画像調整をしました。M42 は朝方、西の地平線に近づいてきました。北東から北アメリカ星雲が昇ってきました。夜空は春の景色になってきました。暖かい日が待ち遠しいです。M101 回転花火銀河を撮影しました。シャープキャップのライブスタッキングで撮影時間は1時間です。M51 小持ち銀河です。M104 ソンブレロ銀河です。お気に入りの銀河で見つけたらワクワクします。スターアドベンチャラー GTI はこれからの電子観望でいろいろ楽しめそうです。再び天体観測をしたい方、初心者から機材を揃えたい方におすすめの赤道儀です。曇り空が続き、限られた時間での撮影でした。今後も気づいたことがあればお伝えしていきたいと思います。